ゃ緊張しますね。はい。今回そのサイクリングツアーだったと思うんですけど、そのサイクリングツアーを通じたコミュニティってどこに生じるのかなっていうのがすごい疑問に思ったんですけど、どういうところにコミュニティっていうのが生じましたか？生じると感じますか？あ、だから、まあ、それはあの問いが間違ってますね。はい、問いが間違ってます。吉野川コミュニティがあるから今回のツアーができてるってことですよ。なるほど。でだからその道ちゃんとかだからいないけど、あのご飯とか準備してくれてたのは、はいはい、吉野川でやってる町づくりのメンバーで、はい、全然自転車とか詳しくないし、はい、あれだけど、例えばご飯とかだけのセッティングとかの公園とかは全部僕たちが走ってる間にやってくれてるんですよ。で、あそこでやってくれる人全員僕知り合いだからね、はいはい、カメラマンも何も全員で、それは吉野川で町づくりやってるメンバーなんですよ、はいはい、でその人たちとはあの自宅で、まあそこまでおしゃれじゃないけど同じような感じでバーベキューパーティーしたりとかも普段とかも会ってたりとか してるっていう。でだからそのコミュニティのやってるそのメンバーが今回は真鍋くんがこういうサイクル通じてもしたいっていうふうに言ってみんながサポートして、まあまあまあ要はボランティアですよ、はいはい、でもそれはひいては最終的にはそれをだから今回はちょっとここにも戻ってこなくちゃいけないっていうのがあったから全入自動で終わったけど、本当はそこからバスで三郷の山とかに行って山上がるとか、はい、あっちで泊まるとかっていう風にして、まあ、展開する予定なんですよ、はい、だそれはあくまでだから吉野川市とかでサイクルツーリズムとかそういうのをまあ しようっていうのはまあそれはまあするの決まってるんだけど、はい、でも今回はここだから遠すぎるじゃないですか、はい、でもああいうことをしとけばいざ他のところでやるって言っても、はい、できるんですよ。その経験を貯めておけば場所が変わるだけだから、はい、だからまあ僕たち基本的にはそのなんていうかなコミュニティのメンバーで、はい、ああいうだから他の人がやりたいことを応援するっていう、はい、だから この両場所が隣の自転車のリノベーションも、はい、その壁塗ったりとかペンキ塗ったりとかも、はいはい、今日のメンバーがみんな手伝って一緒に作ってるからね。なるほど。あとあそこもそうだし、はいはい、だからそういう風にしてやってて、で今度他の人がじゃあ店やりたいとかって言ったらまたみんなで手伝うしみたいな、はいはい、だ そういうなんていうの やり方ですね。あっていうのがまあまあ1個ね、はい、でも例えばパックさんとかだったらそのまああのこうまあまあ真鍋君とのちょっと関係で自転車買ってね、はい、でそこでサイクルそのツーリズムみたいなのしたいとかレンタルとかやってくれるっていう風に、まあ、言ってくれてて、はい、もちろんいいんですよ、適当に自転車買っといて終わりにしといても、はい、でも数少なくさそういうことしたいっていう人がいるから、はい、例えば今日とかもだから僕の班にあの派遣されてるのは、はい、そういうことなんですよ。で一緒にあの、ま、僕 YouTube 見るのあると思うけど、はい、あの船、ね、一緒に乗っても一回あのコースは僕たちは回ってるんですよっていう、だからその別々のだから今後だからそういう感じでやるし、もちろんパークさんやってると僕は応援も していくし、はい、で本当は今日の自転車の部分もパークさんが買ってくれる部分のやつの部分としてのレンタルとして真鍋がお金を払ってたりしてるんですよ。はいはいはい。だからなんていうのかな、こう単にこうなんていうかな、こう売って終わりとかなんかじゃなくて、はい、その自転車文化を作るみたいなところでこう必要なものをこういろんなその商売したい人たちがこう部分的にこう持ってて、で今日のツアーはそういう僕たちが関わってるような人たちの部分のやつをこう寄せ集めてこう今日の関係を作る。だからちょっとコミュニティかどうか分かんないけど、藤原もそうだし山根さんもやっぱああいう風にしていい記事を書きたいとかさ、はい、なんとかだとかっていう風に思ってるから。じゃあお疲れ様です。あ、どうじゃんです。ずっとあの我々の食事の時に常に来てくれありがとうございました。吉野川コミュニティのメンバーでありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ボランティアでただ働きなのにまだ参加してさせてくださいって先生がいるんだよね。どんな暴力組織なんだって普通の大学の授業では受けれないような聞かせてくれました。ちょっと編集頼むよ。頑張って動画頼むよ。動画、はい、編集は小川先生がやってくださいね。ありがとうございました。今日はありがとうございます。一日ありがとうございました。ありがとうございました。で今日もいつもマーカー君が作ってるんだけどないんで、ちょっと今日は若手が投入されてるんですよ。我々のメンバーの。お疲れ様です。我々の次世代が、はいはい、ちょっと今日は頑張れ。今日はやらせてもらいました。そうそうそう、はい。だからそういう意味ではそういう。はい。
イティブなアートとか好きな人もたくさんいて、はい、ドローンだと今一番マンカーとかできるんだけど、はい、今日これでマンカーが来れないから、はい、めっちゃ休みの日とかも特訓させられてるで今日そういうのをまあここで発表するというか、はい、やってみて、でそれは真鍋君も見てるから、はい、じゃあマンカーだからマンカーできないから、はい、でもなしにするとか、はい、業者に頼むとかっていうのもあるけど、はい、でも業者に頼んじゃうと僕たちもやってる意味がない、はい、そこはだから分かんないけどちょっとやれ、はい、分かんないけどやれ、すごいプレッシャーをかけてやらせて、僕も2回4回運転して2回通学したら僕のドローンを渡したらまあまあしてはい、だからこれに関しては、はい、吉野川コミュニティで自転車についてちゃんとしてる人はここしかいないそういう意味では1人しかいない、なるほど、じゃあ前提条件が間違ってたんですね、もともとあったものから作り出したっていう、だけどそういうこういうイベントとかなんかがないとさ、はい、活躍する場もないじゃないですか、はいはい、だから昔はだからそういうのがお祭りとか地域の行事だったわけですよ、はいはい、でも今そういうのの伝統が崩れてるけど、吉野川だから吉野川だけでやる必要なくて、はい、メンバーがやるこういうイベントとか行事にそういう若い人たちの活躍の場とかついて成長してって、でもう一個はそのビジネスコミュニティというか、はい、そういう風にしてコミュニティでビジネスしたりとか価値を作ろうと思っているから、はい、まあ、だから父ちゃんとかまあ働いてるかな、まあ、僕も働いてるし本業はあるんですよ、はい、フリーターでこういうことやってるんじゃないんですよ、はいはい、ここは重要なんだけど、でだけど若手は例えば、まあ、どうしようか、まあ、分かんないけどちょっといろいろ言ってもいいこといけないこともあるけど、例えばその地方にクリエイティブな仕事とかないじゃん、はい、で若い子はやっぱりそういうのがないと出てっちゃうんですよ、はいはい、だから僕たちはそういうのを事業化もしてあげたいなと思うし、からちょっと僕たちは先輩でちょっと余裕のある人が若手に対してやるし、でもそういうのがなってきたら、はい、まあ、僕も分かんないですよ、このまま大学も60、70になって年金もないかもしれないから、その時にみんなに寄って観光事業の時にジジイがこうやってするとか、まあでもどうちゃんはまあなんかねすごい気が利くから、ああいうこう料理とかの先発隊ってすごいこういうの大事なんですよ、はいはい、で今はちょっとボランティアだけど、まあおいおいね高いお金取ってやるようになったらちょっとこれで有給取ってやってくれみたいな、そういう世界も最終的にしたいとは思ってはいます。そこから言うと、はい、仕事を普段されている先生が、はいはい、休日にすごい地元に来てくれているので、はい、これは僕らはやらなくちゃいけないなっていうのをみんなプレッシャーを感じているんですよ。しかも自転車で車ではなく自転車で来るので大汗かいて、まあ、それは自転車大好きだもん。それはもうロードバイクで必死になるなっていう気持ちはやっぱあります。なるほど、これだけ僕らの地元のところにすごいこう協力してくれているので、何かしなくちゃいけないというのはみんな考えて、ただ何ができるのかは分からないんですけど、それを先生に教えてもらいながらっていうところはあります。だからすごい先生に関わってもらえてありがたいなって思っているところは正直あるんです。そうですか、はい、とんでもないです。ありがとうございます。僕は楽しみに行っているだけで、福島市内で大事にされないんで、ここ行くと大事にされるんで行ってるだけなんですけど、毎週会ってます16キロぐらいかな、吉野川市までは、で、はい、山形30キロぐらいなんですけど、はい、まあ、ここはなんか水曜日は100キロ走るらしいですけど、まあ、我々にとっては30キロぐらいはちょうどいい距離なんですよ、はい、自転車で行くにはね、訓練として。三里までですか？三里までとか別に、確かに普通に来ますもんね、はい、もう訓練ができて普通に行けるようになりました。ただね、すごい坂じゃないですか、はい、でも練習、そのために俺ビザントレーニングに変えました、ね、すごい、あとありがとう、ビザントレーニングしてちょっと脚力つけましたからですよね、はい。でもまあ僕はロードバイク乗るの好きだから、その楽しみではあるんです。だからちょっと自分でトレーニングだと嫌だと思っちゃうじゃないですか。でもまあイベントがあると思ったらじゃあ行くかって言って、はい、行ってます。だから、まあ、それは全然、だから僕も自転車好きだから、はい、ちょうどいい距離なんで、っていうぐらいで来てくれればもちろん気が楽っていうか、はい、全然別に修行のために行ってるんで楽しみのために。でもまあ逆に来てくれるんですよ。で、あそこのオフィスも、本当はネイティブ吉野川のオフィスも結局
こっちで、まあ、他の活動とかするときに、まあ、ちょっと場所があったらいいんじゃないかみたいなのもあって、あそこの場所を作ったっていうのもあるんですよ、原田君たちっていう、まあ、作ったってまた作ってますけどね、みんなで。そうやね、本当に DIY で塗りましたね、DIY で塗って塗って、でそこでみんながあそこで塗ったりとか作業してるときに、僕はずっといつも作業しないとかやってるそうそうそう、ひたすら撮ってましたっていうのが去年、去年の前くらいからやってて、で11月に入りました。ここはもう3年、4年くらい、5年くらいやってるんですけどね、っていう、っていう関係性、これからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。なんかちょっと皆さんもよろしくお願いします。ちょっと芝居じみてましたね。取れたかありました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございました。失礼します。っていう、まあ、だから、はい、ここに関しては自転車ができるのはそうなんだけど、でもだからまあこういう感じでパックさんとかまあ来てくれて、あと他の中のまあ新入学してる小柳さんとか、まあそういうちょっとなんていうの、あとまあさつきさんの友達とか自転車買ってくれてるっていうのもあるけども、でもまあ結局ね、このパックさんもタイレックの自転車とかレンタルやるんだったら、そういうのに自転車に乗ってる人がやっぱどういう人なのかっていうイメージがまあ湧いた方が絶対いいんですよ。はい、だからこのまあいろんな人たちの友達を今回呼んで、まあちょっとこう自転車文化みたいなところでは、それまあビジネスでやる人もいるし、日常生活をする人もいるけども、ちょっとそれたちを集めてこう一堂にこう合わすことで、また次の新しいその展開が生まれるんじゃないかというか、まあ、それをコミュニティと言えるかどうかは別なんだけども、真鍋くんも意図してる。真鍋くんは全員と知ってるけど、はいはい、僕は全員と知らないから、だからイベントの意味はそういう意味ですよ。はいはい、その非日常なので、日常だったら起きないようなことをすることで、はい、でもじゃあ今度こうしようとか、ああしようみたいな新しいその展開が生まれるために、まあ、ですよ。どうでした？なんか展望が展望が毎回毎回これからはでもまだちょっとしっかりこう構想とかは寝れてないところがあるんで、こうなんか取材をしていただいて答えながらなんか考えてたところも、いやでもそういう意味ですかね。そういう意味ですか。そういうのを助けていただいたところで、大山先生も引っ張ってもらって、あのうちのツアーは記者に質問されるっていう普段のツアーにはないオプションが、それうちのツアーの醍醐味なんだ。かしこまった質問をするっていうオプションが、オプションが記者が取材するっていうオプションがついてる。改めて考えて、もうちょっと作戦を狙わないといけないことを思いましたけど、知的ツアーなんだ。はい、楽しみ。あ、じゃあ2問目。あ、まだあるんですか。あ、すみません、はい、ちょっといいですか。残り 8% なんで1回切ります。8%5問。